海道地方から太平洋へ通過した模様です。なおミサイルの破壊措置の実施はありません。不審なものを発見した場合には決して近寄らず、直ちに警察、消防、または海上保安庁に連絡するよう政府は呼びかけています。先ほど北朝鮮から発射されたミサイルですが、7時6分ごろ、今から4分ほど前、北海道地方から太平洋へ通過した模様です。なおミサイルの破壊措置の実施はありません。不審なものを発見した場合には決して近寄らず、警察、消防、または海上保安庁に連絡するよう政府は呼びかけています。